です。そしてどうも、あだちろうだよ。いや、すっと出てこい。お兄ちゃん、すっと出てこい、すっと。いやいや、お兄ちゃんね、あの年だったみたいでね、膝が動かなかったそうね、ちょ水溜まってるもんね、膝にね、うん、水が溜まってるからね、本当に。まあ、ちょっと2人とも新しい登場の仕方で、はい、よかったと思います。いや、よかった、合わせられてよかったと思う。よかったね、うん、今よかった、息があった、はい、あの、すごくよかった。傷の舐め合いはそれぐらいにしてで、先生、今日は何をやるのかな。はい、まだ言ってない、まだ言ってなかった。今日まだ言ってない、はいはい、頭打っちゃったから。誰がバカだよ。やめなさい、大丈夫かな。で、はいはい、今日は、まだ何も言ってない。2回目、あ、3回目やんないよ、本当に。これ3回やんないといけないのよ、これ。お笑いってそうなのよ。そうなんだ。ねえ、アナスケ君。アナスケ君じゃねえよ。誰がアナスケだよ。いい加減にしろ、本当に。先生、はい、主戦軸を戻すよ、はい、そうですね。先生、今日は何をやるの。はい、今日はですね、やらねえのかやんね、3回目って言ったじゃん。心折れてんじゃないか。びっくりした、来ると思ったよ。じゃあ真面目に先生、今日は、はい、真面目にいきましょう、はい、行きましょう、はい、うん、今日はですね、緑、青、赤、色の光を混ぜるとどんなことが起こるでしょうか。なるほど、緑と青と赤を混ぜると、はい、光。お兄ちゃん、これなんかわかる。緑、青、赤、わかる？マルちゃん。いや、違うだろ、だから緑と赤しかないでしょ。青ないから。青ないから。ないよ。あー、マルちゃんの CM じゃないんだ。ないよ、ほんと。そういうことね。だ、緑と青と、かき氷で例えると緑がメロンで、うん、青がブルーハワイ、うん、赤がハバネロってこと。いや、おかしいだろ。赤イチゴだよ。え、ハバネロってどこの国だよ、それ。そんな文化ないよ。なかった。びっくりした。わかんないんでしょ、じゃ。まあね。何が起こるかわかんないんでしょ、うん。何が起こるかわかんない、俺。そうだよね、うん。じゃあ実際にどんなことが起こるのか、うん、試してみたいと思います。はい。それでは、レッツサイエンス。逆逆。それではまず、これで赤い光を照らします。赤い光が現れました。続いて青い光を照らしてみます。このように青い光が現れました。最後にこれで緑色の光を照らします。緑色の光が現れました。それではご覧の皆さん、この3色を合わせるとどんなことが起こると思いますか。1番、白色になる。2番、黒色になる。3番、爆発する。4番、焦げる。さあ、どれでしょうか。それでは照らしてみましょう。白色になりました。1番が正解です。先生、はい、なんで光の色を混ぜたら白色になったの。それはね、網膜には赤、青、緑の3種類をそれぞれ感じ取る場所があり、これらの光の強さの違いによって様々な色を認識することができます。3種類すべてが同じくらいの強さの光を感じると、私たちはそれを白色と認識するのです、ということなんです。なるほどね。いや、まさか光の色を混ぜて白色になるとは思わなかったな。びっくりでしょ。うん、白色になるとは思わなかったんだけど、うん、先生が出した選択肢問題、うん、あの爆発っての何爆発はしないでしょ、さすがに。だってやったら面白そうじゃん。いや、面白いとかってそういうのやめて。これからニヤニヤしながら言わないで。怖いから。でもね、はい、ちゃんと勉強になりました、これは。あ、本当に、うん、そうだよね。すごいためになったね。みんなも色の勉強になってたら嬉しいです。みんなもぜひ試してみてください。はい、それじゃあまたね。バイバイ。 バイバイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。